よろしいですか。はい。ですね、京都行くと懐石料理ってのがあるんですよ。はい。で、この懐石料理はどういうもんですかっていうと、少ない材料で高い金を取ろうという仕掛けのもとに作られてるんです。はい。わかりますよね。はい。それだから、いちいち出すときに、このハモはどこの海峡で取れてとか、このジャガイモはどこで取れたジャガイモでとか、はい、ね、このナッパはどこのナッパでとか、いちいち言われると、はい、えらくいろんなとこから持ってきたような気がするけど、買い物してる場所は市場市場と決まってんだよね。はい、で、一箇所で揃うんだけど、いちいち言うんだよ。はい、で、量は少ないんだけど、入れ物はでかいんだよ。わかるかい、はい、ね、で、これはどういうことですかっていうと、人間は1回500円とか1000円を食ってるやつもいるけど、50倍とか100倍の収入のあるやつもいるんだよ。はい。ね。はい。だから別に1回2万円出したって構わない人もいるんだけど、金持ちだからって人の20倍の飯食っちゃうわけにいかないんだよ。わかるかい、はい、そうすると、で、土台がだね、金持ってるやつほど働かねえから、本当は食欲もないんだよ。それで、体動かさないから、塩分の辛いものが取れねえんだよ。だから、もともと貴族に食わせるために作ったもんだから、はい、女に会いに行くのに、だって牛の車かなんかに乗っかってダラダラ行くような連中だから、汗かかねえんだよ。だから汗かかねえと、塩分が受け付けなくなってくんだよ。はい、そうすると薄味になっちゃって。で、最初にね、一生懸命じーっと考えたやつがいるんだよ、そういうことを。はいはい。で、それが後になってくと、アキンドの腕が分かんなくなると、これが伝統ですとかって言って、薄いの食わしてるけど、はい。ね、伝統でも何でもないんで、最初にそういうことを考えたやつがいるんだよ、仕掛けを。はい。わかるかい？例えば、シャネルのがあると、そうそう、シャネルのバッグっていうのは、つぶってるやつは、今はデザイナーはシャネルが死んでなんとかさんがデザインやってんのよとかって言うんだよね。はいはい。で、自分はつぶってるけど、デザイナーなんかに世界戦略なんかできるわけねえんだよ。デザイナーの後ろでじーっと世界戦略を考えてるやつがいるんだよ。はい。わかるかい？はい。懐石料理と同じで、この牛はどういう牛使ってて、特別の皮でとかって言うんだよ。特別の牛なんかいるわけねえんだよ、そんなものは。はい。ね。この前車のジャガーの話聞いてたら、ここに使ってるジャガーの、牛は、傷つかないようにして鉄条網を張らずに作ってどうのこうのって聞いてると、たかだか椅子なのにすげえことしてるように思っちゃうけど、その牛肉どうしたのとか、それ販売したんじゃないのとか、ね、牛はそんなこと知ったこっちゃなくたって喧嘩したりね、転んだりしてて、やっぱり泥の中で生きてんだよ、ね、はい、何言いたいかっていうと、じっと戦略を立てて仕掛けを作ってるやつがいるんだよ、はい、それですごくね、このカバン牛革はいいの使ってどうのこうのって言ってるうちに、最後に重くて持ちづらくなっちゃったんだよ、はい、ね、で、その辺のおばちゃんが買い物してるビニール袋の方が全然使いやすくなっちゃったんだよ、はいはい、で、そしたら今度ビニール袋にシャネルのマークかなんかくっつけて限定とかって言うと、金持ったやつが朝6時から並んでんだよ、はい、わかるかい、はい、じっと仕掛けを作ってるやつがいるんだよ、はい、ね、はい、で、シャネルのバッグ買うなってんじゃないんだよ、シャネルのバッグを作ってる後ろの方、デザイナーの後ろでじーっと考え事をしてるやつがいるんだよ、はい、で、いなきゃできるわけがないんだよ、はい、そうするとシャンゼリゼ通りだとかいい場所かなんかにポツンと店出して、暇そうな店なのに豪華にしてんだよ、はいはい、すごい店だなと思うけど、その店を通さずに流れてるところで膨大な利益を出してるんだよ、はい、わかるかい、はい、ね、日本人の商人は腕悪いから、何かっつうと値下げ値下げって値下げしかしないんだよ、はい、ね、
と日本人がこっち行きゃ1円安いこっち行きゃ1円安い、アキンドはもう値下げ競争で自分たちの首絞めて、客はね、こっちが安いあっちが安いって安いとこ駆けずり回って、残った金はどうするんですかって言うと、残った金はチラ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 バッグかなんか出されて限定ですよとかつって、みんな金取られちゃうんだよ。はい、わかるかい。これが仕掛けができねえんだよ。はい、ね、バッグ買うなってんじゃないんだよ、はい、買ってもいいから後ろにすごいやつがいるんだ、すげえ野郎が後ろで世界戦略練ってんだ、はい、っていうことを覚えなきゃいけないんだよ。だから人が買いたくなるような仕掛けをしてるんだよ、はい、ね、中国人なんかだと華僑つって世界へ出かけていくと、金儲けの鉄則は2つしかないんだよ、はい、1つは売ったもんがすぐなくなっちゃえばいいんだよ、はい、だからすぐ中華料理やなんかやって、中華料理っていうのはどんな豪華100万円の料理出されたって食わなきゃ腐っちゃうから、食っちゃえばうんこになっちゃうんだよ、だからすぐなくなっちゃうんだよ、ね、今日300万の飯食ったって明日なら払えるんだよ、はい、そういうことになってんだよ、はい、ね、だから売ったもんがすぐなくなっちゃえば儲かるって知ってるから、中華料理みたいなの出してずっと世界戦略してるんだよ、うん、もう一つは金持ちから金取っちゃえばいい、はい、一生懸命一生懸命人はいろんなことするんだよ、武器売るやつもいりゃね、もうなんつうの売春宿の親父になるやつもいるんで、いろんなことするんだよ、はい、だけど金持ったらどうなるかっていうと、金持ちは最後は宝石だとかダイヤモンド買うんだよ、だからユダヤってのはダイヤモンドずっと握ってんだよ、はい、で世界中からダイヤが出てくると全部買っちゃうんだよ、それでほとんどはね海の一番深いところ捨てちゃってんだよ、はい、あ、捨てちゃってんですか、当たり前じゃないか、全部出したら値段がどのぐらい下がるか、あ、値段が下がんないように操作してるんだよ、はい、それで金持ちがやっと上がってくるとね、女房はダイヤ下があるんだよ、はい、で男は必ず女作るんだよ、はい、女作ると女が欲しがるのはダイヤモンドだとか決まってんだよ、はい、わかるかい、そうそう、そのダイヤをチラ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 売ってんだよ、はい、わかるかい、はい、世界ではとんでもなく頭のいいやつがいて、はい、そいつがいろんな仕掛けをしてるんだよ、はい、ね、これが現実なの、だからしっかりとした仕掛けを考えないで引っかかることばっかしに熱入れてちゃダメなの、俺たちアキンドは外国のアキンドは何考えてんだ、それが太刀打ちできるようになれば初めて世界に通じる、日本が復興するっていう時はそういうことなんだよ、はい、わかるかい、はい、ね、流れがあるんだ、人の流れ、心の流れ、金の流れ、その流れを見抜かなきゃいけないんだよ、わかるかい、はい、ね、だからこういうようなもお客さんが喜んでくれながら人を紹介する、いい商品だからって仕掛けがなくちゃいけないんだよ、いい商品でもみんなが喜んで人を紹介する、自分もそれがね商品券がもらえたりね、お得意お客さん紹介したり、そういう流れとか仕掛けをしっかり作らなきゃいけないんだよ、はい、わかるかい、はい、な、今日本は非常に苦しんでるけど経済の流れというのがわからないんだよ、はい、いかにも不良債権の処理ができたら日本は復興するように見えるけど、不良債権って何ですかと、借りた金が返せないってことだろって、でなぜ返せないのかって言ったら中国が安い商品をバンバン作っちゃうから町工場はそこに負けてるんだよ、不良債権がなくなったら中国がなくなるんですか、ね、そんなことはないでしょ、はい、それからアメリカが昔みたく自分のところの頭脳の結集の特許をタダで使わせてくれてたんだよ、今特許なんかタダで使ったら訴えられるんだよ、はい、ね、ってことは頭脳ではアメリカに負け、人権士の安さ、働き者では中国とかベトナムに負けてんだよ、
こんなに負けてるから今不良債権ができてるにもかかわらず、不良債権が片付けば景気が良くなるっていうことを平気で言って、そう思っちゃう国民の頭の程度を考えると、今より景気はどんどん悪くなるんだよ。はい、わかるかい。はい、ね、その中で一緒に落ちていくか、それでも平気でうちだけどんどん上っていくような昇進を作り、ね、ちゃんとした仕掛けを作ってお客さんが喜びながら行く、はい、そういう会社にするか、ここが大切なところなんだよ。はい、わかるかい。はい、ね、だからこれから全力を尽くしながら、バブルの時っていうのは、右肩上がりだからどん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 上がっていくから、日本っていう国でぼーっとしてたって豊かになったんだよ。だけどこれから日本自体は落っこっていくんだよ。はい、その中でうちだけ上がっていくっていうのは、よその人と同じ程度の努力では日本と一緒に沈むしかないんだよ。それを突破するぐらいの知恵出した時、初めて上上へ上がるんだよ。はい、わかるかい。はい、ね、シャネルのバッグを作ってデザイナーだけは出てくるんだ。当たり前だよ、デザイナー顔だから。だけど脳みそは出して歩いてるやつはいないだろう。それと同じように脳みそというのは引っ込んでるもんなんだよ。だけどじーっとその後ろで考えてる頭脳労働者がいるんだよ。わかるかい。はい、感性だとか、デザイナーは感性だとかなんとか言ったり、ひらめきだとか言ってるけど、その後ろにいるやつはそんなもんじゃないんだよ。じーっと考えてんだよ。わかるかい。はい、そいつらが本当の俺たちの敵なんだよ。だからひとりさんはそんなどんな手出してきたって一発で見破るから引っかかることもないんだよ。はい、ね、だけどこれからも本当の戦いっていうのは、向こうもひとりさんのこと見たことないけど、こっちも見たことないんだよ、そいつのこと。だけど常に戦いはあるんだよ。でそいつが必ずいることは確かなんだよ。マルカンにひとりさんがいるように、向こうにもいるんだよ。はい、そいつらとの戦いなんだよ。わかるかい。はい、それでみんなはそういう人の弟子になったんだってことをしっかり覚えてんだよ。はい、ね、はい、どんな仕掛けでも見抜き、それ以上の仕掛けを作ってお客さんに喜んでいただこうっていう、そういう人の弟子になったんだから、しっかりと見抜いてね。はい、構造改革しようが、銀行が立ち直ろうが、中国がいることだけは確かなんで、ベトナムもいるの。はい、わかるよね。はい、北朝鮮もこれから出てくるんだよ。はい、働き者で人権費の安いやつが出てくるんだよ。はい、ね、そこに打ち勝って、勝って勝って勝ち抜いた時、初めて日本人でもやれるんだ、俺たちもやろう。日本人が優秀な民族は分かってるの。ただ仕掛けが見破れないんだよ。はい、だから見破れないぐらいだから作ることもできないんだよ。はい、分かるかい。はい、ね、会議としては以上で終わりです。